韓国空軍ではアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の通常離着陸型である A タイプの導入を進め40機を保有しているよ。ただ、アメリカと敵対するイランの国営放送であるイランイスラム共和国放送が開設したニュースサイト、ファーズトゥデイが2022年10月8日に配信した記事によれば、韓国の与党議員が韓国政府に対して、アメリカから購入した F-35 戦闘機において過去18ヶ月で234件の技術的欠陥が見つかったとして批判したと報じたぜ。今回はそんな韓国が F-35 戦闘機の欠陥を指摘した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、パーズトゥデイはさらに、この議員が与党である国民の力の新温宿議員であることを明らかにして、同議員が取材に対し、韓国空軍の F-35 戦闘機は172回の緊急着陸を余儀なくされたほか、技術的問題により飛行が不可能となる状態を62回も起こしていると述べたとして、韓国では去る5月に F-35 戦闘機の操縦席に技術的欠陥が発見されたことを受け飛行が一旦全面禁止されました。また、世界各国でも同型機の墜落事故や欠陥が相次いで報告されたため、韓国与党幹部が韓国政府はこの戦闘機の機能に失望していると述べたと結び、審議員が2021年の1年間において韓国空軍の F-35 戦闘機は、月平均わずか12日間しか飛行しておらず、2022年上半期もわずか11日間だけだったと述べたとも報じたよ。パーズトゥデイがイランのメディアであることから考えて、この記事の信憑性は疑わしいところではあるものの、韓国空軍の F-35 には様々な問題が発生していることは事実だね。2022年1月4日、韓国空軍の F-35A が訓練飛行を実施していたところ、1機に操縦電子系統の異常が発生して3機の降着装置車輪すべてが作動しなくなり、中西南道蘇山市にある韓国最大の空軍基地である瑞山戦闘飛行場にて胴体着陸を試みたんだ。胴体着陸時の火災発生を防ぐために F-35 は搭載していた燃料をすべて投棄し、地上の滑走路には飛行場の消防車によって特殊な発泡性の消火剤が撒かれて極力摩擦を防ぐ措置が施され、そこに F-35A が胴体着陸を敢行して無事に着陸を果たしたぜ。韓国空軍はパイロットには怪我などがなかったことを明らかにし、また胴体着陸後の F-35 機体については外観からは大きな損傷が見られないとして、同空軍のパイロットの技量の高さと発泡性消火剤による摩擦軽減措置を施した基地消防隊の迅速かつ、正確な措置のおかげであると自画自賛の発表をしたな。その上で韓国空軍は、今回の降着装置の故障について、F-35 の事故としては初めてのケースであるため製造元であるアメリカのロッキード・マーティン社の協力を仰ぎ原因を調査するとして、それまでは国内における F-35 の飛行を停止するとしたため、韓国与党議員が指摘したように同空軍における F-35 の飛行時間が少なくなったものとみられているらしい。この事故の原因については後日、バードストライクが原因であることが明らかにされていて、体重 10kg の大きなワシが F-35 のエアインテーク付近に衝突してその衝撃によってアビオニクスに異常が発生したことによって、3機の降着装置の作動異常だけでなく、通信装置や酸素発生装置などの機能が停止したためであることが分かったよ。このことについて2023年5月29日、韓国のメディアはバードストライクにより破損した F-35 機体について、損傷具合を精密検査した結果、この機体は胴体と主翼のみならず機体構造体やエンジンがひどく歪んでしまっていると判明され、修理にかかる費用について製造元のロッキード・マーティンからは1100億ウォン約116億円かかると通知してきたと報じたんだ。この修理費用の金額については新規で1機を調達する費用とほとんど同額に近いものであり、韓国側からはこの機体を修理せずそのまま廃棄処分として訓練用機材として残すか、あるいはパーツを韓国得意の共食い整備に充てるなどが検討されているというね。
韓国の共食い整備は F-35 だけに止まらず F-15 系などの他の戦闘機や航空機においても広く実施されていることは知られているんだけど、実は韓国には F-35 の運用においてそうせざるを得ない理由があるみたい。F-35 の修理やメンテナンス、特に胴体下部のステルス塗装などは、アメリカ軍の極秘事項であるために、アメリカが指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないとされ、その MRO&U は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の3カ所しか設置されていないな。韓国に最も近いのは日本の愛知県小牧にある三菱重工に設けられた MRO&U であるが、近年において反日政策を掲げるムンジェイン政権になってからというもの、その露骨な反日姿勢によってそれまで両国政府によって話し合いですでに解決済みであった徴用工問題を蒸し返され、また韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係が悪化していることもあり、韓国政府は空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否しているぜ。そのため胴体着陸で損傷した機体を機械日本で修理することができず、同じく整備拠点のあるオーストラリアのウィリアムズタウンまで運ぶかアメリカ本国のフォートワースまで運ばなければならず、膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるらしい。膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるらしい。他国の空軍であれば育成に費用と時間がかかるパイロットの生命を守るため、降着装置が出ないとなればベイルアウトを指示して脱出させると思われるけど、韓国空軍は自国パイロットの生命を失う可能性が高い危険な胴体着陸を指示してでも1000億ウォン以上する高価な機体を失うことを恐れたとされ、その結果として機体の損傷度合いによって結局のところ新規で1機を発注できるほどの修理代を必要とすることになったんだよね。今回のイランのメディアによる F-35 の欠陥を訴求する報道は、韓国側が F-35 の事故機体の欠陥が原因であることにして、自国空軍に責任はないとのアピールを行って少しでも修理費用を軽減したいとの思惑があるのではないかとの見方も出ているみたい。2006年に F-15 系の墜落事故が発生した際に、F-15 系の製造元であるボーイング社が、ちょうどこのタイミングで韓国が20機調達する計画を進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったよ。ちょうどこのタイミングで韓国が20機調達する計画を進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったよ。これについてはボーイングが事故の責任を自社にあると認めたのではないかとの憶測が流れ、これについては明らかにはされていないものの、韓国は F-35 について現有の40機の他にさらに20機を購入する予定としていることから、ロッキード・マーティン側の責任を主張して柳の下の2匹目の土壌を狙ったのではないかとの見方をする向きもあるな。また韓国では2022年5月、強硬に反日政策を推し進めてきたアヤザイトラ政権から日本との協力体制構築を目指すタダ・スズエツ政権への交代があり、それまでの国を挙げての反日から180度転換して親日に方針が変わったとされ、2023年5月に実施されたアメリカや自衛隊などとの多国間演習イースタンエンデバー23に参加した。海上自衛隊護衛艦浜切が釜山港に停泊した際、これまでは旧日本軍が使用した旭日機と同じだとして韓国国内で形容することを固くなに反対してきた自衛艦旗を掲げたことについて、国際的な慣例なので問題視しないとして、韓国メディアもそのことを日韓関係が改善する流れと報じるなど変化が見られているぜ。そのようなこともあり損傷した F-35 の修理がアメリカまで運ばずとも日本で実施する可能性があるとの見方が出始めていた中、アメリカ国防総省は世界で F-35 の導入機数が増え続けていることから、MRO&U 機能をさらに展開させて運用各国の部品入手性と稼働率を高めるとして、これまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも修理体制を整備することを明らかにし、2025年以降はインド太平洋地域では韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えがあることを示し、
韓国空軍が F-35 を自国で修理できる可能性が生じているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。西之表市の選挙が始まり、結果によっては馬毛島の基地計画にも影響を与えると見られているよ。中国の脅威を考えると待ったなしの案件だし、今更反対なんてつべこべ言わせず、さっさと進めろという過激な意見もあるようだな。さて今回は馬毛島基地計画の反対派や賛成派について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年8月6日、防衛省がアメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市にある、馬毛島に整備する港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したことが話題になったよ。これまで公表していた滑走路や島内施設に加え、出雲型護衛艦などが入港できる仮設桟橋3本などがある、大規模艦船経由施設の建設が新たに加えられていたためだね。この馬毛島は種子島の西方 12km にあり面積 8.2km、周囲 16.5km の低地で平らな無人島ですが、2005年平成17年の国勢調査によると、ダストンエアポート社という企業当時は馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっているんだ。その後、2007年頃からアメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機による陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP フィールドカーリアーランディングプラクティスの候補地として上がるようになったな。そして2010年、防衛省は馬毛島を自衛隊施設として使うことを想定し、滑走路整備による航空基地としてだけでなく、上陸演習場事前集積拠点としての利用、災害派遣時の物資集積場としての使用計画を立案し、種子島などで地元説明会を開催したぜ。聞くところによれば、2011年平成23年には馬毛島開発のオーナー問題やタストンエアポート社による滑走路建設などの事業が原因で様々なトラブルが発生していたんだけど、日本政府が間に入って、アメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として日米安全保障協議委員会にプラス2の公文書に表記し、2018年平成30年には防衛省が馬毛島を海上航空用自衛隊の拠点として活用する方針を発表したんだ。この間、東日本大震災という最大の天災や民主党から再び、自民党へ政権交代があったが、この件については問題なく継続していたということだな。2プラス2の方針では出雲型護衛艦に艦載する予定で宮崎県のニュータバル基地に配備される F-35B 戦闘機の離発着訓練に利用し、さらに海上自衛隊鹿屋基地の P-3C や航空自衛隊ニュータバル基地の F-15J を展開させるほか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を有事に分散配備する先として利用することなどが盛り込まれていたよ。住民からすれば騒音計画とも言えるようなものだったわけだ。防衛省は当初の計画通り、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも利用するため、航空自衛隊の F-15J 戦闘機を使用して FCLP で使用する空路近辺での騒音測定を2021年5月に行って、その測定結果を公表し、各自治体に対して説明も実施したんだけど、住民の多くを占める高齢者の方々がその内容を理解したとは到底思えないんだよね。種子島の西之表市では2021年1月の市長選挙で基地整備に反対する矢板氏がわずか144票差で当選したよ。今後の馬毛島基地計画の推進を懸念する声が上がったんだけど、西之表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しているから、この先については、市長と反対派の市議 VS 推進派の動きが注目されるところだろうね。すでに種子島島内の3市町村の中で、中種町と南種町は町民も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているぜ。現在防衛省では陸海空それぞれが、馬毛島での各種訓練計画を立案し、150から200名の隊員を常駐させる予定になっているらしい。そのため種子島に宿舎を建設して、家族を帯同させ、保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は、
種ヶ島の宿舎から定期船などで通勤することになるみたい。この移設によって過疎化が進む種ヶ島2000人近い若い世代の人口が増えると見込まれるんだって。それは地域の活性化には望ましいことだし、基地や宿舎で消費される食料品や生活必需品は地元で購入することになるはずだから、島内経済の活性化にも大きく貢献すると期待する意見があるよ。そういったことを判断して、種ヶ島全体としては自衛隊施設整備を歓迎していると見る向きが多いのは当然かもしれないな。2021年8月6日に防衛省が発表した馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、島の東側の海岸線に3本の桟橋などの艦船の係留施設設置計画が記載されていることだな。これによって19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲型護衛艦の接岸入港が可能になるものとみられるよ。その係留施設は桟橋の他に、防波堤や小波堤が建設される予定で、大量の物資搬入や人員や燃料の海上輸送には、必要不可欠なのだが、これらが沖合1300メートルまで延長されるということに漁業への影響が懸念されるわけだ。工事資材などの運び込みのために3本の仮設桟橋が設置される予定で、内訳は500メートル級が1本、700メートル級が2本ですが、これらは当然ながら工事終了後に撤去される予定だぜ。イメージ図には他にも滑走路に沿って駐機場スペースと関連施設、管制塔などの飛行場支援施設、訓練施設基地要員と訓練人員の生活スペース含むなど以外にも、航空機格納庫、燃焼弾薬庫、揚陸施設なども配置されていて、万が一の有事にもいつでも対応可能というくらい整っているという人もいるらしい。冒頭でも述べた通り、馬毛島はもともとアメリカ海軍空母の FCLP が行われる施設として利用する目的の場所だったんだ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港しているんだけど、その間艦載機パイロットは空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP の実施が義務付けられているみたい。平時の場合、年に1回または2回の訓練を5月か8月に実施しているようだな。FCLP について説明すると、空母出航直前に集中して実行するもので、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返す訓練だね。ネックになるので夜間離着陸訓練 NLP で騒音問題が発生しているんだ。当初は横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地としていたため、横田基地などと併用で実施されていたが、騒音問題によって1991年平成3年8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で実施している現状ってわけだ。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは 1000km もの距離があり、アメリカ海軍パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大への懸念からアメリカ側は不満を持っていて、2017年に空母艦載機が山口県の岩国基地に移転してからもこの近辺での FCLP 実施を要望していたということらしい。距離の問題だけでなく、硫黄島には現在も活火山があるので地面の隆起が激しく、滑走路や施設の補修に手間と経費がかかるんだよね。だからこそアメリカ海軍は岩国基地より近い馬毛島での FCLP を期待しているわけ。馬毛島の面積の 99.6% はすでに国が購入済みのようで、残りわずかな部分は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、西之表市が所有しているぜ。この私有地をやいた西之表市長などの反対派が拠り所にしているし、島内の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えるなどして自衛隊施設建設を拒絶すると思われるな。しかし、基地賛成派からすれば、種ヶ島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成の意を表しているから、この反対は大きな障害にはならないだろうと見ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国がインドネシアと共同開発を進めているジェット戦闘機 KF-21 ポラメは、
2022年7月19日に初飛行を成功させた後、2023年5月16日に、これまでに行われてきた約260の試験検証において要求性能が満たされたとして、暫定戦闘用適合判定を受けて2024年には量産が開始されると見られているよ。それに向けて今後も各種試験が継続され、最終的な戦闘用適合判定を2026年までに得て、空軍への配備が開始される計画であるとされ、同日にはインドネシア空軍のパイロットが試作4号機に搭乗して、外国人パイロットとして初めて飛行しているな。今回は韓国が開発を進めている戦闘機 KF-21 で問題が続出している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催されたソウル ADEX2023 において、KF-21 による5分間のデモ飛行が実施され、見物に訪れた韓国の一般国民の前で飛行する姿が初めて披露され、水平急旋回や背面飛行などのアクロバット飛行を披露して観客を驚かせたと報じられたよ。なお、韓国メディアではこの KF-21 をアメリカの F-22 ラプターや F-35 ライトニング2と同じ第5世代ステルス戦闘機として報じているが、イギリスのジェーン航空記念館によると、開発当初はステルス性能が高い第5世代の双発マルチロール機と評価されていたものの、その一方で開発元の韓国航空宇宙事業 KAI の公式サイト上では KF-21 をアメリカのロッキード・マーティン社製の F-16 ファイティング・ファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとしているな。その理由として考えられるのは、KF-21 にミサイルを搭載する際には主翼や胴体下に剥き出しで搭載されることにあり、他の第5世ステルス大戦闘機のように胴体下面に備えられた開閉式の兵器クラウェポンベイが KF-21 では設置されていないことにあるぜ。KAI では KF-21 の胴体下に兵器を吊り下げたイメージ図を公表していて、このことによって KF-21 のステルス性能を著しく低下させるとして、同機を第5世代戦闘機として分類することを疑問視する声が上がっていたね。同機の外観はロッキード・マーティンが開発したアメリカ軍の第5世代戦闘機ステルス戦闘機 F-22 や F-35 の外観によく似ていることから、当初は高いステルス性能を持っているのではないかとされていたものの、ウェポンベイが非搭載であることによってミサイル搭載時のレーダー反射断面積 RCS が大きくなってしまうことで、KAI では同機を第 4.5 世代戦闘機と称するより他なかったのではないかとの見方が出ているというよ。このように間もなく量産が開始され、実用化が近いとされている KF-21 について2024年1月、開発を進めている KAI にインドネシアから派遣されていた技術者2人が開発関連の機密資料を社外に持ち出そうとして摘発されたことが報道されたんだ。2月2日に韓国防衛事業庁が明らかにしたところによると、2人のインドネシア人技術者は先月、KF-21 関連の資料約6000件を USB メモリーに記録して外部に持ち出そうとしたけど、彼らが KAI の外に出ていく過程でその行為が発見されて摘発されたために持ち出しは未遂に終わったみたい。キョンナム警察庁安保捜査課は1月14日から15日にかけてキョンナム涙川にある KAI の事務室に対して家宅捜索を実施して、二人が設計図面などを携帯電話のカメラを使用して撮影した疑いもあるとして、二人のインドネシア人技術者を防衛事業法違反容疑で立件し、出国禁止措置を取って拘束し取り調べを進めているぜ。韓国の防衛事業法第50条によると、防衛産業企業において防衛産業関連物資の生産研究に従事した技術者などが業務遂行中に知り得た機密情報を外部に漏らした場合は、5年以下の懲役または5000万ウォン約570万円以下の罰金刑となる可能性があるとされているな。二人が盗み出そうとした情報とすでに持ち出された情報の有無について、韓国では国軍防庁司令部国家情報院防衛事業庁などが調査チームを立ち上げて精査しているが現時点では明らかにされておらず、
その中に KF-21 の3次元設計図プログラムで革新技術とされている CATIA カティアの流出があったかどうかが注目されているらしい。KF-21 は韓国空軍が運用している FA-50 に次ぐ国産のジェット戦闘機として計画されたよ。2001年3月の韓国空軍士官学校卒業式において当時の金大中大統領により開発計画が発表されて KAI によって開発されることが決定され、総事業費は開発費8兆5千億ウォン約8500億円に加え、量産費9兆6千億ウォンと合わせて総額18兆1千億ウォン約1兆8千億円の予算が計上されているんだ。その後 KF-21 の開発計画にインドネシアも参画することが決定されて開発費を分担することとなり、2016年に韓国政府が 60%、KAI が 20%、インドネシアが 20% とすることが決まったってわけ。インドネシアは約13億ドルを支払って最大で48機の KF-21 を取得するほか、製造技術移転を受けて自国でも生産する予定であったが、その後インドネシア政府は国内の防衛予算が制約を受けていることを理由として分担金のうちの約 13% にあたる1億9000万ドル約294億円しか支払っておらず、韓国防衛事業庁によると2019年7月時点でインドネシアの分担金残額は2億5000万ドル386億5000万円であるとされていたな。この支払い遅延に対してインドネシア政府は、インドネシアンエアロスペースがスペインと共同生産した CN-235 輸送機、世界的に PTDI として知られている輸送機を韓国に提供するほか、天然ゴムなどの資源の現物納入によって補填することを申し出るなどして、韓国政府が了承して解決したなどという情報も出ていたぜ。インドネシアが2016年に決定された分担金を出す代わりに、韓国は KF-21 に関する技術の一部を移転することで合意していたが、これはインドネシアが KF-21 の開発が完了するとされている2026年6月までに分担金を完納することが条件とされており、これに基づく形でインドネシア技術者が KF-21 の製造を担当する KAI のキョンナムサチョンにある本社に派遣されていたんだよね。しかしインドネシア側は分担金の納付を何度も繰り返して延期していて、2024年から2026年までの間に毎年約1000億ウォン約114億円ずつとして、3000億ウォン約342億円を追加で出すことが可能となったとして増額する提案を韓国側に通知したことがわかっているほか、当初より分担金を減らした場合、インドネシアへの技術移転情報もその分だけ少なくするという条件もつけたらしい。2025年4月時点で、インドネシア側が韓国側に支払った分担金はわずかに3000億ウォン程度とされていて、分担金を減額した場合には最終的に6000億ウォン約680億円だけを支払う形になるみたい。韓国防衛事業庁の関係者が中央日報に語ったとされているところによると、インドネシアから減額の提案があったのは事実だけど、我々はまだ最終決定を出していないとして、現時点では減額案をめぐって検討中であると述べたとしているね。韓国とインドネシアは2021年にも分担金をめぐる協議を実施していて、2年ぶりにまた分担金調整交渉に入ったとみられ、一部のメディアの読みでは早ければ2024年5月末に交渉が終わるとする見方も出ているよ。その交渉の中でインドネシア側は2023年末に、分担金の納付期限を2026年からさらに8年延ばして、2034年まで毎年1100億ウォン約125億円を支払うとする提案を韓国側に伝えたとされているが、その真偽は定かではないな。今回の情報漏洩について KAI では持ち出そうとされた USB 内の資料のうち問題となる情報は、ごく一部であるとする趣旨の調査報告書を調査団に提出したとされているぜ。しかし調査団は拘束されているインドネシア人技術者の主導の下で、他に KAI に派遣されている16人のインドネシア人技術者が知り得た情報を本国に送る報告書を作成したとの状況も確認されたとして、さらなる情報漏洩の可能性が残っていることを示唆しているというね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。